こんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます大泉太と申します。どうぞよろしくお願いします。本日のキャスターを務めます大沢元香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いや、久々の元香さんとスタジオ、もう半年ぶりくらいじゃないですか。そうなんですよ。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日は防災コンサルタント藤木真さんにお越しいただきまして、たくさんお話を伺ってまいりたいと思っております。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共に歩んでまいりますので、ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。具体的なご支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします。広告はご不要という方も大歓迎です。また月々のご支援以外にも単発でのご支援も受けたまわっております。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。お願いします。はい、それでは早速始めてまいりたいと思います。はい、本当に久しぶりのスタジオ収録、はい、まあ、いろいろとね、あの外に出てたりですね、まあ、いろんなことがありましたけども、はい、今日はですね、このスタジオにですね、防災コンサルタント&アルキニスト、はい、藤木真さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。アルキニストって何？はい、あのですね、うん、アルキニストってよくあの山登る人をアルピニストって言うと思うんですけども、まあ、それにちょっとこうかけている感じなんですけども、まあ、防災のことを伝えて歩いて回るっていうところと、まあ、防災をこう自分の目で見て、あの歩いて街を歩いて回っていくっていう、そこを掛け合わせたような名前で、防災アルキニストという形で勝手に名前つけてやってます。まあ言ったもん勝ちだからね。なるほど。素敵ですね。はい、ありがとうございます。いや、もともとあれなんです、あの、消防士。そうです。されてて、それからプログラマー。そうです。現在はプログラマーとして仕事はしてます。やってて、はい、であとなんだっけ、なんかいろいろやってるよね。いろいろやりすぎて。ライフセーバーとかも。そうですね、ライフセーバー。はい、もともと大学の時にライフセーバー始めて、まあ、そこで人をたあの助けたことがきっかけで、あの消防士になりたいっていうところがあって、消防士になりました。はい、まあ、今やめてますけどね。まあでも、あの今日今回あの藤木さんに来ていただいたのが、うんうん、あのまあ、普通あの消防士が、あの消防士の方がね、あの防災のなんかあの避難訓練とかね、よくやるじゃないですか。あ、はい、うん、またそれとそれプラスですね、いろんなことが今必要なんだってことで、あの企業だとかいろんな団体で取り入れるべき、ね、取れた方がいいっていうあの BCP だとか、あのいろんなことを彼はあの今全国であちこちでこういろんなことを伝えてらっしゃるんですね。でやっぱり北海道もあの地震の大きな震災に遭いましたし、あの本当皆さんに知っていただくべき情報だなと思いまして、今回はですね、初めてなんですけども、これから例えば今日は札幌ね、滞在にちょっとお話しいただきますけども、函館だとか旭川だとか稚内だとかね、あちこちの地域の防災に関する情報をこのチャンネル桜で、桜北海道でシリーズ化できたらいいかなって思って今回参加いただきますので、これから末永くどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずね、どうなんですか、この、まあ、日本はね、はい、今某番組でもね、日本沈没なんか言ってますけどね、はい、日本どうなんですかね、この。そうですね、ですね、まずこちらの資料を見ていただこうかなと思っております。はいはい、ちょっとまあ見にくいかもしれないんですけども、あのこう見ていただいて青くこうついてるところ、はいはい、ここが地震もしくはそれに応じて、津波が発生するような場所が示されてます。実はですね、この今近年、日本ではですね、はい、まあ、あの南海トラフとか、はい、直下型地震とか、あのすごく言われていまして、まあ、某番組でも取り上げられてるのは直下型を意識した、うん、あの皆さんがどういうふうにしていったらいいかっていうことをこう植え付けるための番組だっていうふうに言われております。あ、じゃあ北海道はどうかって言いますと、まあ、こちらの北海道ですね、皆さん地図見えると思うので、うん、まあ、上の方なんですけれども、まあ、あの北海道の地域に住んでる方であれば、まあ、釧路とかやっぱり帯広は多いよねっていうふうに言われてると思います。
あの確かにすごく多くて、まあ、近年はそちらの方も多く、まあ、あの札幌でもね皆さんあの多分記憶が新しいかなと思うんですけども、3年前には胆振東部あって、うんうんうん、札幌の方にも影響はありましたよね、はい、あったと思います、うん、でそれに比べてですね、じゃあ他の災害は何があるかっていうところなんですけども、はい、まあ、今はやっぱり台風とかがやっぱ多くて、それに応じて大雨が降ってきて、土砂災害があるとか、そういったところが非常に多くなってるなっていうのは、見てわかるかなと思います。であとはですね、今日大泉さんの出身地の方の洞爺、はい、そちらの方もですね、有珠山噴火っていうのが結構、ね、はい、そうなんですありまして、まあ、こちらはもう20年から30年周期で、うん、一度噴火してるっていう、もうデータが出てるので、うん、まあ、今はですね、前回起きたのが2000年、今何年ですかね、うんうん、21年だからね、はい、ということはもうそろそろ起きてもおかしくないんじゃないかっていうふうに言われてます。はい、まあ、今は現状としては北海道の災害としてはそういうところが非常に多く今は注目されているところかなと思います。洞爺湖なんかね、北島さんっていうね、うん、はい、私 の大尊敬する大先輩がいるんですけどね北島さんなんかがね、本当いつどこで噴火するかわからないってね、はい、うん、前湖畔沿いに事務所あった時は本当ここですぐね噴火するかもしれないんだって、うん、そうですね、言ってたんですよね、うん、だからそれをねやっぱり、まあ、地元の方たちはね、うん、常に意識してるでしょうけどね、はい、我々忘れちゃいますからね、うんうん、常にこう、うん、触れとく必要があるかなと思いますね、はい、うん、はい、でまず札幌、今日はね、そうですね、札幌を中心にちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、じゃあもう早速札幌の話をしていってもよろしいですか、はい、お願いします、はい、じゃあ札幌って皆さんどうだと思いますか、安心安全な場所だと思いますかね。いや、この前液状化、うちの近所だからね、液状化になったの、はい、そうですね、3年前の胆振東部の時には、うん、清田の方でもあったし、ね、ありましたし、東区の方でも正直ありました。そうだよね、で北広島とか恵庭を挟んでるのに札幌で結構被害が大きかったって、うん、そうですね、皆さん確かに記憶に新しいかなと思うんですけど、そうだね、あの北広とかね恵庭って大丈夫なの、うん、地盤的にはそんなに大丈夫ですね、そうなの、はい、言われてますけども、じゃあなんで札幌が言われてるかっていうところなんですけども、はい、まあ、次のちょっと資料をこうお見せするんですけども、実はこれ皆さんあまり知られてないと思うんですけども、札幌にはですね3つの活断層があります。複材活断層っていう直下型の地震が、あり得る起こり得る、活断層になりますね。でこれ今3つ並んでるんですけども、まあ、それぞれ北区とか白石、あ、のっぽろの方ですね、うん、そちらの方にかかってるので、まあ、皆さんどこの地域で聞いてるか分かりませんけど、うち当てはまってるかもっていう人がもしかしたらいるかもしれませんね。これほとんどだな、これ、はい、うん、なので、うん、これが今3つあって、月寒、はい、これですね、一番真ん中にあるのが月寒活断層、断層、月寒断層ですね。でこちら側、はい、青くなってる方が、のっぽろ急流断層っていうところになりますね、はい、で北区のこちら側の方が西札幌断層っていう風にこう3つに分かれていて、まあ、それぞれこの被ってるところがすごく大切重要になってくるところになります。へ、はい、重なってないところが、まあ、全くないかったらそういうわけでもないんですけども、重なってるっていうことはそこの、層がずれる、こうずれて断層ができてしまう場所になるので、まあ、被害としては大きくなるのかなっていう風に思います。でちょっとですね、まあ、見づらいかもしれないんですけども、これこういう図があります。でこれは何を示しているかというと、震度ですね、こう赤くなればなるほど震度が高いっていうところになります。で先ほどの活断層でいうとこの部分だったりこの部分だったりになるので、やっぱりこういうふうなデータとして見ても、まあ、危ないで危ないよねっていうふうにはなってます。もう全然なんか南区とか意外と、はい、大丈夫というか赤くないんですね。そうですね、まあ、山があるので災害としてはそんなに多くないのかなと思います。あ、そうなの。ただ雨降った時に何があるかって土砂災害ですね、うん、はい、なので地震っていうよりも雨とか豪雨災害が起きた時には南区はちょっと危ないのかなっていうふうには思っております。なるほど、はい、そっか、それあれだね、地震だけじゃなくて、うん、今のそのなんだろう、こう土砂崩れとか、ね、はい、雨かな、はい、
いろんなその災害の種類ってあるからね。ありますね。それごとにあるんだ。そっか、なるほど。なので、まあ、皆さんですね、ハザードマップっていう名前を聞いたことあるかなと思うんですけども、はい、各あの市町村だったり、札幌市だったら細かくですね、区ごとに分かれているんですけども、今日実はこういうハザードマップを持参しました。はい、はい、で、一つは地震に特化した地震を書いているハザードマップです。で、もう一つは洪水だったりですね、あの水系の、はいはい、ものに対するハザードマップになります。で、ハザードマップっていうのはいろんな種類がそれぞれの災害に応じたあのマップが記載されているので、これを照らし合わせて見ることが非常に大事だと思ってます。あ、なるほどね。はい、で、まあ、皆さんあのハザードマップって中を見たことがないのかなと思うので、ちょっとここでご紹介をちらっとしたいなと思ってます。はい、まあ、先ほどのあのここですね、断層の話も載ってるんですけど、うん、あ、はい、で、実はですね、まあ、区に応じて横バージョンなのかとか縦バージョンがあるのかっていうところなんですけど、まあ、あの今回ここのスタジオは中央区になるので、中央区のハザードマップを持ってきました。実はこれ結構大きくてですね、2つの区だけでこんなに大きいんですね。そうなんです。で、中央区と南区は縦長なので、おそらくこのような縦長のあのマップになってるのかなと思うんですけども、うん、じゃあ自分の住んでる地域探せますかっていうところなんですよね、うん、これを瞬時に探せるのかどうかっていうところがすごく大事になってきます。で、もう一つは見方ですね。どういうものが載ってるかっていうところがすごく大切になります。で、今回ですね、まあ、先ほどもちょっとちらっと出てましたけど、これ色分けされてますよね。はい、はいはい、じゃあどういうことが書いてるかっていうのが、ここに判例が逆ですね、こっちですね、判例が載ってます。で、赤ければ赤いほど震度7が想定されているっていうところになります。はい、ありますよね、赤いところ、ね、これで言ったらこの辺ですね。そうですね、24件あたり、24件、はい、あ、24件あります。で、オレンジが、震度6強ですね。結構ありますよね。結構範囲広がってくると思います。びっくりです。はい、で、次が黄色ですね。震度6弱。はい、これは何でかって、まあ、札幌でそんな大きい地震が起こるって皆さんあんまり想定してないと思うんですけども、うん、まあ、先ほどお伝えしたその断層が影響を与えてます、うんうんうん、なのでそこをまず知るっていうところと、うんうん、自分の住んでる地域がどういうところなのかっていう、どういう危険があるのかっていうのをこのハザードマップで確認してもらえたら嬉しいです。で、ハザードマップ実は、もう一つ載ってます。で、今回のこの、地震に関しては実はちょっとだいぶ小さいんですけどね、こちら側になるんですけども、液状化って皆さん聞いたことありますか？ありましたね。ありましたね、近くで。さっきお話に出てたあの清田だったり、うん、そうですね、はい、東区の方であった液状化が起こり得る、起こるだろうと予測されている場所の地域の、ハザードマップも載ってます。液状化も載ってる？はい、載ってます。で、こちらは、まあ、全部が共通して言えるのが、赤ければ赤いほど危ないっていう地域になります。で、液状化の場合は赤ければ赤いほど危険で、紫は可能性が極めて低いっていう風な、はい、ものになります。まあ、この辺になりますよね。で、まあ、南区は山があるのでそんなことはないのかなと思うんですけども、やっぱりこう住民が住んでるところっていうのは地盤がやっぱり緩くなってたり、埋め立てをされてる場所とかそういったところが多いので、はい、こういうところで確認して、家族、はい、家族防災会議とかを開いてもらって、自分たちの避難経路をこういうところからこう探してほしいなっていうふうな。すごい真っ赤っかのとこありますね、液状化で。液状化中央区の上の方っていうか、そうですね、この辺なんかそうですね、うんうん、そこどこになるんですか？ちっちゃくてちょっと見えないんですけど、まあ、あの実はこれハザードマップの、うんうんうん、を縮小してる、あ、なるほどね、はいはい、部分なんで、もう本当この辺部分ですよね。さっきの言う赤いところっていうのは重なってるんですね。はい、重なってます。そういう風に見ていただくっていうのがハザードマップの見方になります。じゃあ洪水、まあ、洪水、そうですね、洪水ってでも今あるの？洪水、豊平川を氾濫するとか、あ、はい、なるほど。あとはあの地盤というか、こう道路があって低い土地に水が溜まりやすいので、アンダーパスがあるような場所とかはすごくやっぱり浸水して車が通れなくなるっていう、はい、そのバージョンのハザードマップもあります。これ冠水するってのとまたちょっと違うの？冠水 と、違いますね、若干、ね、はい、ニュアンスは違いますね、うん、なので洪水っていうのはその氾濫するかしないかだったり、うん、その溜まってるか溜まってないかによって変わってくるっていうことになりますね。で、まあ、こういうハザードマップには過去あのあった場所っていうのも点線で
ちょっと見にくいんですけどね、点線で示してあるので自分の住んでる地域に近い場所っていうのは起こる可能性があるなっていうふうに認識しておいていただくのが一番ベストかなと思います。なので本当であれば自分が住んでるところで丸をつけて、うんうん、であの避難所っていうところもこういろんなところにあるのでそこを知っておくっていうのも大事になります。はい、はい、家族いる人だったら家族みんなで決めとかなきゃダメだよね。そうですね、うん、なので私が推薦してるのはまずハザードマップを見てもらって、うん、あの家族防災会議を開いてもらう。あで避難場所がみんなあのどの場所かっていうのを確認しとく。で、うん、そこに対しての色をつけて地図を自分たちで作るっていうことをしてほしいんですよね、うん、でその地図をもとにあのルートがたくさん多分できると思うのであの健康もね大事なのであの散歩しながらその道を歩いてもらって朝と夜と表情が違うので、うん、その危険性っていうのが変わってくるのでそういうのをこう確かめてみんなで散歩がてら歩いてほしいなっていうふうに思ってます。なんかプロっぽいね。一応プロで一応プロでびっくりしました今のツッコミちょっと怪しかったですね大丈夫です、プロっぽいです。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、プロでした。すごいなんかいじられるまで違います違います。まあでもやっぱりこういうところの積み重ねってすごく大事で、うん、であの今例えば土日皆さん一緒に生活している中で、うん、あの起きたらそれはそれでいいんですけども、うん、あのもし皆さん学校に行ってる時仕事中とかみんながバラバラなところに あのいる場合ってどうしたらいいかとかって考えたことありますか？いや最近だから考えてなかったなと思って、うん、そうですよね、うん、なので例えば学校に子どもさんが学校にいるんだったら学校で一応そういう管理はしてくれるんですよ、うん、ただそれを返す返さないの判断とかもあるので、うん、そういったところのやり取りとかあとはその連絡手段ですね、うん、みんながバラバラな地域にいる場合どこに、待ち合わせするのかとかどういう手段を使って連絡をするかっていうのもやっぱり家族会議ではすごく必要になってくると思います、うん、そうね、うちあの子供たち小学校の時に、うんうんうん、あの近所にラッパ公園ってあったんですよね、はい、そこ広くて、うん、あのグラウンドもついてるんで、うん、で周り何にもあの高い建物もないし、うん、それでうちはラッパ公園集合、うん、何かあったらラッパ公園、そうですね、うん、そこらがいいかなと思います、ね、でこういう言い方するのもあれなんですけど避難所に必ず行ったから助かるだったりそういうのってあまりないんですよね、うん、正直そうですよね、はい、避難所も実はちょっと危険なその地盤の上に立ってる場合もあったりとか、うん、避難所に行ったからじゃあ、まあ、生活がとりあえず大丈夫だねっていう風なのは最近あんまり考えられてなくて、でコロナもあの災害の一つになるので、まあ、防災士としてはそういう話もさせてもらうんですけども、うん、やっぱりあの集団でいるとそういう集団感染の恐れもあるということで、うん、なるべく家で避難生活ができるような環境であれば家にいた方がいいですよねっていうのを推奨してます。なので、うん、あの例えば家の中で、避難生活、まあ、普通の生活ですね送れるようにするためにどうするかって言った時に、うん、あのテレビが倒れてあの足場がない状態とか、うんうんうん、あの食器棚が倒れてあの身動きが取れないっていう状態にならないようにきちんとそういう防災の意識を高めたあの家具の配置だったりあの固定だったりっていうのが、ね、はい、大切になってきますね。あ、だって元さんとこね、はい、結構大変だったんですよね、あの地震、はい、そうですね、本当に液状化の、うん、本当に近くだったので清田のね、うん、そうです、うんうん、清田の液状化の、はい、もう2階でバーンって大きい音して、うん、もう大きいあのタンスの上のものがダンって落ちてきた次男の寝てる部屋、うん、まあその中で次男はグーグー寝てましたけどすごい、いやでも本当怖かったですけどね、うん、私自身はそうですね、うん、やっぱり一度体験すると皆さんあの考えるんですよ正直、うん、考えるんですけどだんだんあの自分のあの自分事だとあまり感じなくなってきてあの薄れていくんですよね、うんうん、なぜか防災ってなると、いや薄いよね、はい、よくあの名前であの結構名言で、うん、あの災害とかあの天災は忘れた頃にやってくるってよく言葉聞くと思うんですけども、あれ実はあの寺田虎彦さんっていう方が最初に発した言葉なんですよね。でその方はあの夏目漱石があの英語を教えててでそれから影響を受けてそういう文学の方にも行ってるんですけど、もともと物理学者でそういうあの関東大震災かなを経験したことでそういう研究をしている時にその名言が出たっていうのもあるので、いやあれね、はい、俺前にあのテレビでね、あの東北の震災あったじゃないですか、はい、あの時に、ドキュメンタリーでね、はい、そのチリ沖の地震 あの津波を経験した方たちに、うん、こう取材してる番組があったんですよ、はい、そしたらその取材してる方がなんかね遠くに、うん、あの海がね遠くに白い帯が見えたら、うん、津波だからすぐ逃げろっていうのを、はい、その
被災された方たちに聞いてたんだって、うん、年配の方たちに。そしたらその取材する最中の地震起きて、うん、で周り遠くにあの白い帯が見えてね、はいはい、でとにかくみんなにね、うん、何にも来てない時にみんなに上上がれ上上がれっつってね、そうですよね、もの何分かでね水バーッと来てね、うん、ダーだったの。そうですね、だから東北の時も実はあの海岸線に、うん、あの住んでる方とか、うん、もっとあの漁師の方とかっていうのは、うん、その昔からそれがあの語り継がれていて、うん、で昔あの東北もあの震災があったので、であの知ってる人は知ってて、みんな沖にすぐ上がれって言って避難してるんですよ、うん、なんですけど内陸に住んでる方っていうのは昔からその土地に住んでるわけではなくて、確かに自分たちはあの助かる高さに住んでるから大丈夫と思って、うん、あの避難してなかった人たちがやっぱりこう被災に遭ってるっていうのが現状なんですよね。なので昔からのその古みたいなのは結構あの守った方がいいよねっていうところは正直ありますね。いやいや、だから薄れちゃうっていう部分がね、そうなんですよ。だってすごい大変な思いされてね、あの残ってこられた方たちがね、はい、やっぱりだからそういう意味でね、あの、まあ、今回ね地震も多いし、あのね、ちょっと信と出会って、あこれはちょっと発信していった方がいいなと思って、そうですね、うん、今回番組お願いしましたけども、はい、あの実はどうなんだろう、俺清田区なんですけど、はい、清田区はどんなことに気をつけた方がいいとかね。そうですね、清田の場合は、まあまあ、これで見ていただいたらちょっとあれかなと思うんですけども、結構赤くなってますよね、はい、清田赤いんだよね。赤いんですよ。なので意外と震度的には結構来る可能性があるので、今日ちょっとハザードマップ持ってきてないので詳しくこう説明はできないんですけども、うん、あの京都のやっぱりこのなんていうんですかね、南区っていうのは山に囲まれてるところ、うんはい、でそこをこう開拓してあの平地にしてってる場所なので、うんはいはい、結構あの脆いっちゃ脆いところが多いんですよ。例えば手稲とかも沼地、昔は沼地だったし、であの東区も埋め立てが結構進んでるんで、うん、地盤沈下だったり液状化っていうのが多い、うん、で京都もそういう意味では言われてる部分になるので、はい、そうなのね。なので、そうですね、京都結構高いところにあってね、はい、結構地盤もいいのかなと思ってたら、ね、意外とそうでもないですね。そうでもないのね、はい、なんかずっと安心して住んでましたけど、まあ、今私豊平区にいますけど、はい、あの清田がまさか ああいうことになるって、液状化が起こったりとかなると全く思ってなくて、そうですね、土地が高いから完全油断してました、ね、はい、本当にそうなんですよ。高いからいいっていうわけでもなくて、ないんですね。そうなんですよ。なので、まあ、知れるって、自分たちがじゃあ知れる情報っていうのは、うん、このハザードマップとかを見て、うんうんうん、まあ、ある程度予想しとくしかないっていうところが、これどこに売ってるの、これ。あ、これは、札幌市の、うん、ホームページでも、落とせますし、うん、各自分が住んでる地域の区役所行けば無料でもらえます、はい、あ、そうなの。区役所にありますよね、はい、あります。これ今日自分ももらってきました、はい、中国に、うん、私あの白石区民なので、うん、白石のは持ってるんですけども、うんうん、ちょっと中央区のはなかったので今日ちょっと持参するのに。これ誰も持ってくるの。あ、誰でも。でもなんか、はい、あの見たことあるんですよ私これ、はい、でもあの持ってこうっていう気にはならない。そうですね、ならないんですよ。あのあとは年に1回とか、あの、まあ、回覧板でいう言い方じゃないですね、なんかあの札幌市からの情報誌とかに結構挟まってたりします、うん、各そうなの、はい、区で。で結構私そのまんま、うん、あの何か捨てるときにこう包んでたりとかじゃ、はい、もうそんなことしてる場合じゃないですね。なのであのまあ皆さんこれ大事だなとは思ってるけども、あの見方が分かんなかったりとか、そうですそうです、やっぱりそういうところがあるので、そういうところをこう自分のなりに皆さんに伝えていけるっていう活動を、まあ、何かしていきたいなっていうことで、まあ、防災アルキニストでやらせていただいてるっていうのはそういうところです。いやでもね、これ見せてもらったらね、はい、これね、これ土砂災害避難地図って書いてるんですよ、はい、そうですね。これだから、はい、要はね、これハザードマップってもういろんなジャンルがあるってことでしょ、うん、そうですね、さっきちょっと言ってたけど、はい、なので、うん、これ今あの大泉さん見てるやつとか、うん、まあ、これはちょっとすごく細かく、連合ですね、山花町内会連合会とかってすごい細かくこう分かれていて、はいはいはい、でパッと見た時にちょっと思い浮かべませんか、これ、うん、なんか気づきません、この地域、あれ山が近くにあるんじゃないかって思いませんか、うん、はい、うん、これもそう、そうなんですよ、うん、土砂災害が起きえる場所っていうのは山の麓付近が多いので、それに特化した土砂災害用のハザードマップができてます。あ、そうか、じゃあどこの分もあるわけじゃないのね、はい、そうですね。あ、これが例えば白石区、山がないのに土砂災害が起こる場所があるかあったら、そうでもない、う
っていうところで、その地域に応じてあの各市町村が決めて作ってるものなんですよ。なので札幌市に津波がないのと同じで、他の地域に行ったらやっぱり沿岸沿い、あの海沿いのところに関したら津波はやっぱりありますし、はい、で、あの津波からここは何メーターとかっていう看板とか見たことないですかね。あるある、うん、そこが基準になって、あの、まあ、ハザードマップにも反映されてるっていうところになるんですよね。それは地域の住民の方たちにね、うん、なんかこう告知するとか、はい、なんかそういう、なんだろう、いろんなこと情報伝達、あのこういう時はこの地域の方たちはここに避難してくださいとか、あの一応そこがあの自分の中でもあるんですけど、その消防署をやってる時に、うんうん、あのまあ、今こういう活動にあの行き着いたきっかけにはなってるんですけども、うん、まあ、消防士時代ってあの決められたようなシナリオがあって、決められたように、うん、まあ、毎年あの訓練をしましょうっていうのを何気なくやってるだけなんですよ、うん、きっと皆さん、うん、まあ、どういう心境でやってるかは分からないですけども、でも自分が消防士として見てた時に、うん、いやこれって本当にこれで助かるのかなとか、うん、まあ、地域住民の方たちが意識を持ってやってるようにはあまりこう見えなかったりはするんですよ、やっぱりあの慣れてきてるんで。なのでそういうところをこう意識つけるっていうのはすごく大事で、 それはもう企業さんにも言えることだと思うんですよね。なのでそういうところをこうどういうふうに理解してもらって身につけてもらうか、まあ、習慣つけてもらうかっていうところをこう模索しながら、今あのこういう出会いもあの生かしながら、あの、防災についてあの話をさせてもらってるっていうところになりますね。だってあの避難訓練って授業がサボれる時間だったからね。そうですね。結構楽しかったからね。はい、うん、で昔はあの火を実際につけて、うん、消火の練習とかね、ありましたね。あれも今禁止されてるんですよね。うん、あの 地球の環境を考えた時にあの放射する薬液が、うん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 、あの環境に良くないっていうことで、あの消火活動の練習でできなくて、今は水消火器でやってますね。あ、なんであの子供たちがあの大きな火を見るっていう経験がないんで、確かあまりこう危機感が感じられない。最近でも煙の町内会で公園でその、はい、うん、あの消防さんが来てやってくださる時って、はいはい、なんか大きなこうなんでビニールハウスみたいな、そう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 、はい、煙の体感みたいな、うん、昔と違うんだなと思って。そうですね、教室内にそういうの充満させて、うん、歩いてあの入ってもらって出るっていうのをやったりとかするんですけども、やっぱり実際の火災になった時って、うん、あのやってるようでみんな身についてないので、あどうしようどうしようっていうのが先行しちゃう、そういう子が多いかなってい う、ね、まあ、子供に限ったことではなくて大人も多分言えるかなっていうふうに思いますね。なるほどね。いや確かにね、この清田区シリーズやってほしいですね。札幌市内だけどいろいろとね時間かかっちゃうんですけどね。本当ですね。うん、いやでもやっぱりその地域地域で、うん、あもしくは住んでる同じ区でもね、うん、あの川の近くだとか山の近くで違うわけでしょ。 はい、そういうのもやっぱりあのね、特に課長とかね、親はね、うん、親とか大人はやっぱりこれちゃんと頭に入れるとダメだね、うん、そうですね。で自分の理想としてはそれをこうできるようになって、うん、それはあの自助っていうんですよ。自分をまず助けるっていうところをまずやってもらう。でその次に共助、うん、あの地域住民の方たち、あの今はやっぱり個人情報とかでここに誰が住んでるとかってあんまりわからないんですけど、昔って結構こう近所 あの、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかが元気にしてるかみたいなとかで気にかけてくれてたのが、うん、最近やっぱりそういうのがないっていうのは防災をやる上ですごく非常に困難なんですよね。いやここに誰が住んでるかって分かんなかったら、お年寄りがもしかしたらそこに取り残されてる可能性もあるしって、でもある程度把握してる、あのここにこういう人いたよねぐらい分かってれば、あの地域住民としてそういう助けれるっていうところにもつながってくるので、まあ、ぜひそういうところを目指して皆さんこう意識を高めていってもらいたいなっていうところが、あの自分が望んでいるところかなって思ってます、うん、あでもそれのためにはね、うん、常にあの声発してからダメですよね。そうなんですよね、うん、なかなかあのやっぱり防災ってみんなあの保険とかは自分のなんか今後あり得るこう病気に備えてお金を払って、うん、あの何て言うんですかね、備えはしてるんですけども、防災ってなるとあまりこう皆さんこう大切だよねは言うんですけど、うんうんうん、何をしたらいいかとか誰に聞いたらいいかって多分迷われると思うんですよね、まあ、そういう時にこう声かけていただければ、まあ、あの一人一人とか、まあ、一家族単位だったり、あとは企業向けにそれぞれにあの合った
コンサルはできるんじゃないかなっていうふうに思ってます、ね、企業っていえばね、BCP ってことでしょ、はい、まあ、あれ、ね、さあ、まあ、話すとまた長くなるのか、あれはあれでまたね、はいはい、ちょっと時間取りたいなと思うんですけど、あれ結局何なの BCP？ BCP っていうのは、事業、継続計画っていうのがあって、で、今までの消防計画だったり、防災計画っていうのは起こった直後の話なんですよね。そのためにどう避難しましょうかとか、そういったところの話なんですけども、BCP は直後から自分の、まあ、会社さんを例に挙げると自分の会社が、ストップしないように、あ、はい、そういうことね、継続を続けるために従業員の確保だったり連絡手段、あと、いろんな企業さんとこう連携取ってるんであればそこの連絡手段、あとその例えば物を扱ってるところだったらそこの配送業者との連携とか、その自分の企業が災害になってストップしてないように、継続的に、まあ、やっていけるようにどうしようかっていうところのその後の話のを BCP なんですよね。なるほど。なので訓練ももちろんそうだし、あと利益率とかっていうのも計算しなきゃいけないんですよ実は。なのでこうなったらこれぐらいの予算があるからこういうことできるねとか、他の事業所に回せれるねとか、そういったところが、BCP っていうところになってきて、まあ、実際に厚生労働省の方から介護施設等ですね、そこに関しては、令和6年までに今猶予期間があるんですけども、令和6年からの義務化になりまして、必ず BCP を作んなきゃいけないっていうふうになってます、法律で。でもそれ病院とかね、はい、そういう大事な場所も絶対必要だよね。そうですね。なのでその備蓄品が足りてるのかとか、そういったところもそうだし、やっぱり今ってインターネットも普及してて、まあ、自分もそうですけどスマホを片手になんですけど、それって全部電気じゃないですか、電気が停電した時ってパソコンとかそういうのも動かなくなりますよね、だからそういう時のバックアップをどうするのかとか、そういうのも全部 BCP に関わってくるっていうところなんですよ。それは藤木先生に聞けばいいんでしょうか。そうですね、私も作ることができますので、なかなかこれ専門的な話にもなるので、介護施設の方がじゃあ作んなきゃいけないから作りましょうってなってもなかなか作れないんですよね。なのでそういう時に声かけていただければ作ることもできますし、アドバイスすることもできます。やっぱ人がいっぱい集まるところとかね、人がいっぱい所属するところとかね、そうですね、やっぱ大事ですよね。すごく大事ですね。はい、いやその辺もね、今度改めてまた説明いただきたいと思いますし、最後にね、俺胆振東部の時に、まあ、あちこち見て回ったわけですよ朝、会社も行ってね、でちょっと心配な人とか回ってね、で家戻ったらうちの子供たちがね、お風呂に水を張ってね、でペットボ家にあるペットボトル片っ端からね、水溜めてね、あちこちでペットボトル置いてあったの、これどうしたのって言ったら子供たちがね、防災訓練で習ったんだって、何かあった時のために、トイレに水流すこともできるんで、お風呂に水張っといて、そうですね、であとペットボトルってペットボトルにね、みんな水入ってたの、はい、やるなと思ってね。いやめちゃくちゃ優秀ですね、だからっていうのはね、やっぱり何かちょっと知ってるだけでもさ、かなり違うわけじゃないですか。いや本当にそうですね、ただあの震災の時にね、うちはだから水って全然心配しなかったの、すぐ止まっちゃったんですけど、そうですね、そうだからね、なんかこのこれはなんか必要だよって3つぐらい、なんか3つ何か不測の事態が起きた時にこれだけは持って出た方がいいよとか。そうですね、じゃあまず1個目なんですけど、皆さん今こうクレジットカードだったり、お財布携帯でやってますけども、電気が止まった時って物を買えなくなるじゃないですか、で電気も通らないんで決済ができないので、まあ、そういう時のためにお金ですね、現金、はい、現金、コインだったり1000円札とか2000円札とかを用意しておいた方がいいかなと思います。なるほど、はい、で2つ目は結構言われるんですけど、トイレですね、はい、はい、トイレ、簡易トイレ、はい、これはすごく大事ですね。で避難生活をしないってなってもやっぱり汚物関係をこうくるんで捨てるって結構抵抗があるんですよね、なのでそれを、まあ、一つの訓練として捉えてもらって一回使ってみてほしいんです。人間ってやっぱりこう経験しないものに関してはすごい抵抗を感じるので。めちゃくちゃ抵抗ありますね、はい、
でもそれを固めるものがあったりとか、どういうふうに処分したらいいかっていうのもやっぱりこれも一つの経験だったり訓練の一つだと思うので。あれ簡易トイレって普通に買えるんですか？あ、売ってます、うん、すぐ売ってる、はい、ホームセンターとかにも売ってます。私あれ経験しましたよ、はい、簡易トイレ初めて。なんでですか？あ、はい、あの、はい、地震の時に炊き出しに行った時に、うん、はい、あのそれぞれのまあ、京都もすごかったんですけど、すごい、ね、大変な地域あったじゃないですか、うん、10日間ぐらい炊き出しで通ったんですよ、うん、お手伝いしに。そこの地域は全部簡易トイレだったので、うん、ドキドキしましたけど、ね、すごい便利ですね今。そうですね、匂いもないし、はい、あのすぐ固まったりもできますね。そう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 、なんですよ、本当そうなんですよ、はい、あ、でやっぱりあの避難生活すると、うん、やっぱ女性が特になんですけど、うん、トイレ待ちで 2,3 時間とか平気で、本当だよね。なのでそういう意味でも経験しておいた方がいいですね。キャンプでも使えますし、キャンプ行ったら女性のことがすごいからね。すごいですね、はい、なるほど、簡易トイレ、はい、あとは、まあ、いろいろあるんですけども、うん、まあ、多分すぐ揃えれるっていうところで言うと、ホイッスル、ホイッスル、はい、そういう系ですね。で、なんでかって、なんか倒壊した時に助けてほしいって声を出そうとしても、やっぱりなんですか、乾燥しちゃって声が出なかったりとか、遠くに飛ばないんですよね。なのでホイッスルとかっていうのは、例えばあのキーケースにつけとくとかでもいいので、そういう風にしといた方がいいかなって。なるほど、あのタイタニックでね、あの、はい、助かったんだね、はい、うん、ありますね、うん、声出なかったけどね、あの笛でね。そうなんですよ、意外とあのそれだけと思うんですけども結構重要ですね。なるほど、はい、確かに声出ないですよね、はい、声出ないです。なのでまあ、あのそういう、まあ、些細なものなんですけども、ね、うん、あの100均でも揃うんですけども、うん、なるべくちょっとそこぐらいはお金出してほしいなっていう、ちょっといいですね、何百円ぐらいなんですけども、ね、はいはい、はい、いい方がいいと思います。うちあのミニバレやってたんでね、ホイッスルいっぱいあるの。あ、本当ですか、うん、じゃあもう身につけてホイッスルいっぱい、身につけたらアクセサリーとしてはねちょっとかっこ悪いけどね、はい、まあ、でも結構今おしゃれなのもありますからね。あ、そうなの、はい、縦笛みたいになってるんですけど、これぐらいとかでキーホルダーつけれる。でも必ずバッグとかね、なんかに1個あってもいいかもしれないね。そうですね、はい、絶対にあった方がいいと思います。いや、大変参考になりました。いえ、ありがとうございます。あのこれからですね、藤木真一先生にはですね、うん、定期的に、はい、あの出ていただいて、各地域の、うんうん、防災情報などもですね、はい、あのご説明していただきたいなと。で、何か、あ、この地域は何気をつけたらいいんだっけ、うん、あ、チャンネル坂北海道っていうようなね、うん、そんな、シリーズ化を目指していきたいなと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に告知があります。まず12月4日14時から16時まで国盛州の街頭演説があります。紀伊国屋書店前でいつも通り行います。弁士はまだ未定でおります。12月4日土曜日、紀伊国屋前で国盛州街頭演説があります。どうぞ足を運んでいただければと思います。それからですね、同じく12月の4日14時からこれ大いに語る北海道ということでですね、小野寺勝さんと大高美希さん、はい、それと川田忠久さんと3人が登場されてですね、これは札幌市厚別区区民センター2階ホールですね。参加費は2000円となっております。学生さんは無料です。こちらがですね、大いに
語る北海道ということで、厚別区民センター2階ホールで行われます。12月4日です。はい、続きまして、これもですね、同じく12月4日同じく14時から16時なんですが、これ第108回の総合私塾それから志根協力会共催の演題がですね、国防政策はいかにあるべきかということで、佐藤正久参議院議員が、登場されます。講師としていらっしゃいます。12月4日14時から16時まで、こちらはですね、できるだけメールでの、お申し込みをお願いしますということでした。はい、それからですね、続きまして、次は12月11日土曜日、これは18時から北朝鮮による日本人拉致問題を考えるということで、場所が十勝プラザ大集会室で、開催されます。前半が小野寺勝さん、拉致問題の講演ということで、後半は恵み引き裂かれた家族の30年ということで DVD の上映会がございます。12月11日土曜日18時から北朝鮮による日本人拉致問題を考えるがありますので、どうぞ皆さん足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、どうですか、久しぶりの会場スタジオ収録。そうですね、久々に、なんか大泉さんちょっと大きくなられたのかなっていう人としても体としてもバレましたやっぱりそうですよね、なんとなく、はい、お隣のね藤木さんがスッと、あれ本当に見えますね、見えます、スッと見えます、おかしいな、はい、肉団子兄弟って言われてる、いやそれは言わない約束で、あそうだった、そうだった、いや約束はしてなかったよね。いやでもね、本当に久しぶりにね、登場しましたし、また有益な北海道の皆さんにとってね、有益な情報を発信できればと思いますので、はい、頼むよ、今後ともよろしくお願いしますシリーズ化です、はい、シリーズ化ですからね、はい、はい、本当に皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、はいはい、以上こちらチャンネル桜北海道でした。ありがとうございました。ありがとうございました。